ライブ 2D でイラストを動かす瞬間ってとっても楽しいですよね。その中でもライブ 2D ユーザーがまず最初に楽しいと感じる瞬間ナンバーワンが瞬きの動きをつけられた時なんです。この動画では初心者の方でもお手軽に瞬きの動きをつけられた時の感動を体感してもらえるように、1配布データの確認と読み込み、2目のメッシュ割り、3瞬きの動き付けの流れで瞬きの作り方について丁寧に解説していきます。ライブ 2D のモデリングに使用するライブ 2D キュビズムエディターは42日間お試しできるトライアル版や無料で使えるフリー版もありますので、ライブ 2D に初めて挑戦する方もぜひダウンロードして一緒に瞬きを作ってみましょう。まずは配布したマオ・メパチの作り方、インポート PSD をフォトショップまたはクリップスタジオペイントで開き、目の素材を確認します。素材が見やすいように髪の毛フォルダを非表示にします。次に左目フォルダをクリックしてください。目はまつげ、瞳、白目の3つに分けてあります。特にまつげは目尻やまぶたなど部位によって細かく分けておくと綺麗なまばたきを作りやすいです。あなたのオリジナルのイラストで作る際も同じようにパーツの素材分けをしましょう。素材の確認ができたらマオ・メパチの作り方インポート PSD をライブ 2D キュビズムエディター上にドラッグ&ドロップして読み込みます。解像度は推奨の2分の1プレビューで進めるので、そのまま OK を押してください。エディターにキャラクターが表示されたら早速メッシュ割りをしてモデリングできる状態にしていきましょう。メッシュ割りとは動きをつける際に必要な頂点と線で構成された三角形の集合を作成することです。左上にあるパーツパレットから左上まつげを選択して F を押すと画面中央に表示されます。その状態で画面上部のメッシュの手動編集をクリックするとこのようにメッシュ編集モードに切り替わります。デフォルトで4つの頂点が打たれているのでコントロール A で全選択、デリートで削除しましょう。左上にあるツール詳細パレットから頂点の追加を選びメッシュを作成していきます。左上まつげはこのように縁と中を囲うように頂点を打つと綺麗に変形できます。全体的にメッシュが綺麗な正三角形になるように割っておくと動かしやすいです。外側の点を打つときは内側の点と点のちょうど間の間隔に打つことがポイントです。打ち終わったらコントロール R で頂点をつなぎましょう。左まつげ目尻も同じようにメッシュ割りしてください。左下まつげは大きく変形させないので頂点は少なめで OK です。このように手動で一つずつメッシュを割っていく方法のほかにストロークによるメッシュ割りという機能を使用した方法もありますので、こちらの使い方も左上まつげを用いて解説します。ストロークによるメッシュ割りをクリックするとポインターが鉛筆の形になり、形に沿うように線を引いて離すと細長いメッシュが自動生成されます。ツール詳細パレット下部のメッシュ割り設定を変更することでメッシュの形状を変更でき、メッシュ内の緑の丸を動かすことで素材の形に沿わせることができます。手動でメッシュを打つ手間が省けるのでこちらもぜひご活用ください。左まつげ羽1、2と左二重はこのように線をなぞる形で頂点を打ちましょう。左目玉と左白目は大きく変形させないので画面上部のメッシュの自動生成を使います。クリックするとこのような表示が出るのでプリセットから標準を選んでください。メッシュが自動で割れました。3つある左ハイライトはほとんど変形させないのでメッシュの手動編集で自動接続だけしましょう。以上で左目のメッシュ割りは完了です。ここから瞬きの動きを作っていきますが、その前にまず完成したパラメータと瞬きの動きをお見せします。パラメータとはライブ 2D で動きを作る際に必要不可欠なものです。パラメータ上にあるキーと呼ばれる丸い点にはオブジェクトの形状が記録されていて、キーの間を移動することで
このようにまばたきの動きを表現することができます。ではパラメータを用いて実際にまばたきの動きを作っていきましょう。まずは関係ないものを選んでしまわないようパーツパレットの南京錠をクリックしてロックをかけた後、左目のみロックを解除してください。次に左目開閉のパラメータにキーを打ちましょう。オルトキーを押しながら左目フォルダをクリックし、フォルダ内のすべてのアートメッシュを選択します。左目玉はまばたきでは動かさないのでコントロールキーを押しながらクリックし選択解除しておきます。パラメータパレットから左目開閉を選び、パレット上部のキーの2点追加をクリックします。両端に緑のキーが表示されれば OK です。赤く囲っている丸が現在選択されているキーを表しています。今回は左端のキーで閉じた目の形状を作成するので左端のキーを選択しておきます。パラメータの右横にある数値が 0.0 になっていれば OK です。まずは左上まつげと左二重の形を作ります。見えにくいので前にある髪の毛を非表示にし、左目も動きをつけるもの以外は一旦非表示にしておきましょう。左上まつげと左二重を選択してそのままシフトを押しながら垂直に下へ移動します。上まつげの変形を行う際は変形パスツールが便利です。左上まつげを選択した状態で右上の変形パスツールをクリック、形に沿うようにパスを4点打ちます。矢印ツールに戻してパスの点を動かすとこのように変形できます。閉じた時の形状は開けている目より少しだけ横幅が狭くなるようにしておくと自然に見えやすいです。大まかに形を作り、細かな部分はメッシュの頂点で整えましょう。パスは画面上部の編集レベルを1にすることで非表示にできますので、見えにくい場合は切り替えながら形を調整しましょう。頂点を編集するときに役に立つのが変形ブラシです。右上の変形ブラシツールをクリックするとこのように対象のオブジェクトをブラシで描くように変形させることができます。ブラシ変形ツールで形が大体できたら頂点を微調整します。必要に応じてツールを切り替えながら形を作っていきましょう。左上まつげができたら左二重も同じように変形します。次に左まつげ目尻、左まつげ羽1、左まつげ羽2、左下まつげを表示してください。左まつげ目尻は上まつげに隠れるように変形させます。 X を押しながら赤い枠バウンディングボックスを変形させて上まつげに沿わせてから潰すと作りやすいです。2つある左まつげ羽も上まつげに沿うように移動させます。左下まつげはモデルによって変わりますが、今回は上まつげに隠れるように調整しましょう。次は左目玉、左ハイライト1、2、3、左白目を表示します。このままでは目玉とハイライトが白目からはみ出てしまうのでクリッピングを設定します。左白目を選択しインスペクタパレットにある ID をコピーします。その後左目玉を選択してインスペクタパレットのクリッピング欄にペーストしてエンターを押します。するとこんな表示が出てきますが OK を押してください。これで目玉を動かしても白目からはみ出なくなりました。残りのハイライト3つも同じように設定しましょう。左白目のみ選択した状態でこのように潰し、上まつげに隠れるよう形を調整しましょう。最後に上のハイライト2つを閉じ目の状態で少し下げます。下げることで半目の状態でもハイライトが隠れず見た目が可愛いのでおすすめです。これで左目のまばたきが完成しました。右目も同じ要領でまばたきを作りましょう。パラメータパレット右上のハンバーガーボタンをクリックし、こちらのまばたきリップシンク設定を設定しておくと物理演算の設定画面でまばたきを自動でしてくれます。モデリングメニューから物理演算シーンブレンド設定を開き、実際に確認してみましょう。まばたきをするだけでまるでそこにキャラクターが生きているような印象を受けますね。他にも様々な動きを作ることでより生き生きとしたモデルに仕上げることができます。次は
あなたのオリジナルイラストでも挑戦してみましょう。